いやー、時間が流れるのって早いな。27で独立して今年で14年経って、気づけば僕も41になってるよ。なんかまだ40代ってのが受け入れられないんだよな。40代ってどんな服を着ればいいのか悩んでる人もきっと多いんだろうな。ということで、皆さんこんにちは。今年41歳になりました、スタイリストの大山俊です。まあ、冒頭にもお伝えした通り、40代の大人の着こなしって結構悩みが多いと思うんですね。感覚的にはまだまだそんなにですね、年を重ねてる感じもしないんですが、気づけば40代を迎えていて、かつての着こなしがなんとなくしっくりこなかったりだとか、30代中頃ともまた感覚変わってきたなっていう方も少なくないかなと思うんですね。そんな僕と同じですね、40代の大人世代に向けて、今回の動画では大人の夏の着こなしをですね、3つご紹介をしてみたいなと思っています。僕のチャンネルはですね、主に30代から40代の大人の男性に向けて動画をお届けをしているわけなんですが、結構ですね、30代と40代でも着こなしって、まあ、微妙に変わってくるものだなと思うんですね。まあ、世代によって慣れ親しんだスタイルというのも変わってきますし、まあ、どういったものがスタンダードなのか、どういったものがトレンドだったのか、このあたりも変わってくるので、まあ、今回は40代の大人の男性というところに特化をしながら、これだったらおじさんっぽく見えないとか、適度にトレンド感を踏まえつつも決して頑張りすぎじゃないというスタイルをですね、3つご紹介したいなと思っていますので、よかったら最後までお楽しみいただければなと思っています。僕自身もですね、今回の動画を撮りながら、40代の自分に適した着こなしというのを改めてですね、考え直してみたいなと思っていますので、ぜひ一緒にですね、40代の着こなし考えていけたらなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けて、メンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう。はい、ということで、ここからは具体的にですね、40代の夏のスタイル皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず一つ目はですね、こちら、半袖のオープンカラーシャツを使ったコーディネートですね。これはもう大人世代のですね、鉄板のアイテムかなと思います。僕も過去にですね、半袖シャツめちゃくちゃいろんなものを買ってきたんですが、その中でも40代の大人世代に今年おすすめしたいのは、無印良品のこのオープンカラーシャツですね。これが非常によくできています。詳しくは先日の動画を見ていただきたいなと思うんですが、サイズ感は少しゆとりがあってタイトになりすぎないのが個人的にはいいなと思うポイントで、タイトなオープンカラーシャツだとちょっと今っぽさが漂わないのと、あとはですね、体のラインを拾いがちなので、まあ、適度なゆとりがあると便利かなと思うんですね。そのあたり、無印はやりすぎないサイズ感ですごくバランスが良かったんですね。で、表面はサッカー地になっていまして、凹凸感があるんですね。ここもペタッとして見えないのがすごくいいポイントだなと思ってまして、真夏に着ても肌離れもいいので、これは使い勝手のいいアイテムかなと思います。色はネイビーを選ぶことで、ブラックよりはややですね、柔らか髪が漂うようなカラーになっているので、すごく使いやすいかなと思います。そしてその下にはですね、丸首の白 T ですね。これをちょっと覗かせてあげると、ネイビーのシャツでもそんなに重たすぎないようなバランスにまとまるかなと思います。で、オープンカラーシャツですね、あえて白 T とか着ないで肌を見せながら着る方もいらっしゃるんですが、日に焼けていてスタイルのいい男性でこなえた方だったら結構似合うんですけども、なかなかですね、一般的な大人男性にはその着こなしはフィットしづらいので、白 T を内側に着てあげるのがまずはいいんじゃないのかなと思います。で、ボトムスなんですが、今回は大人っぽくですね、ミディアムグレーのテーパード型のボトムスを合わせています。まあ、このようにですね、ネイビーのトップスに対してグレー系のボトムスというのは鉄板で合わせやすいような基本的な配色になってるんですね。で、40代の大人世代だとボトムスのシルエットはどうすべきなのか、これはですね、あんまりワイドすぎると似合う人が限られるんですね。まあ、僕のようにファッションが好きでトレンド感のある着こなしに慣れてる方は、ワイドフィットのボトムスも非常によく合うのでおすすめできるんですが、おしゃれが苦手の方だとか初級者の方だったら、シルエットはですね、なるべく足のラインを綺麗に見せてくれるような、もも周りにはちょっとゆとりがあるんだけど、膝から下にかけてテーパードといって徐々に細くなるようなシルエット、これがですね、スタイルが一番よく見えるボトムスなので、まあ、ぜひこういったものをですね、トライしていただきたいなと思います。僕が今履いてるのはアウールというブランドのマルペンサというモデルなんですが、まあ、これはですね、本当に美脚ボトムスとしてかなり使い勝手がいいかなと思っています。なんかセンタープレスが縫い込んであるんですよね。これがすごくいいなと思ってる点で、縦長感を見せてくれながらもセンタープレスが取れないというところが非常に使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。で、足元に関してはちょっと軽快にですね、
金のサンダルを履くことで夏らしさを出しています。もちろん白レザースニーカーだとか、ベージュのサンダルだとか、まあいろんなものが合うかなとは思うんですが、まあ、今回はなるべく40代の大人のコーデということで、シックな色合いで全身をまとめていますので、足元はサンダルなんだけどブラックで、そんなにカジュアルすぎないような形を選んでいます。まあこのようなスタイルであれば、かなり40代の大人世代にも似合いやすいかなと思います。サイズ感はトップスは少し緩さがあるんですけど、ボトムスでちゃんと引き締めてあるので、だらしなく見えないのと、色もですね、ごちゃごちゃしすぎないで、なるべくですね、色数もですね、抑えながらコーディネート組んでますので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。はい、続いて2点目の40代の夏の着こなしなんですが、今度はトップスですね。こちらをですね、半袖ニットを着てみましたが、いかがでしょうか。まあ、このアイテムも、ここ数年ですね、徐々にですね、店頭で見かける機会も増えてきたような、トレンドから定番へとですね、変化したアイテムかなと思うんですが、40代以降の大人の男性には、あると便利なアイテムの一つかなと思います。半袖の T シャツは、やっぱり便利で快適でいいんですが、やはりですね、ジェディアチャンネルの森さんがおっしゃる通り、どうしてもですね、1枚だと様にならないし、体型もなかなかカバーしづらいので、何かしら工夫をした方が40代以降の大人の男性には似合いやすいのは事実だと思うんですね。ですので、半袖の T シャツではなくて、それをですね、このような半袖のニットにしてあげることで、だいぶ大人の男性にも似合いやすくなってくるのかなと思います。まあ、こちらは今季のグリーンレベルの半袖ニットなんですが、T シャツに比べると少し厚みがあるので、体のラインも拾いづらいというところ、ここが一つのポイントかなと思います。そして、表面に凹凸感があって、ニットの風合いが楽しめるので、上品さも漂うんですね。なので T シャツ1枚よりも大人の男性にはこういった半袖ニットはすごく似合いやすいアイテムかなと思います。ただ、どうしても真夏のですね、外で着るには無理があると思うので、夏場でも室内で過ごすことが多い場合には、このような半袖ニットガンガン活用していただきたいなと思っています。僕が今着てるのはグリーンレベルのものなんですが、こちらライトグレーの色合いですね。オフホワイトだとかライトグレーのような明るめのカラーか、もしくはですね、先日グリーンレベルさんとコラボレーションさせていただいたネイビーのようなちょっと色が引き締まったもの、こういったものも大人の世代には似合いやすいので2択ですね。半袖のニットを1枚持っておくと、すごく大人世代には使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。今僕はですね、白 T を内側に着てちょっと重ね着をするような形で見せていますが、これはですね、さすがに2枚も3枚も着るのきついよという方は、グンゼのインティーですね、そういったものの上にですね、半袖ニット着るようなスタイルもいいかなと思うので、そのあたりはお好みに応じて調整していただきたいなと思っています。で、ボトムスなんですが、今回はデニムスラックスを合わせてみました。まあ、このようなデニムの風合いのものでも、センタープレスが入っていて、なおかつ、ちょっと綺麗めに触れるようなスラックス調のものを選べば、意外とですね、40代以上の大人の男性にも似合いやすいかなと思います。今僕が履いてるのは自分のブランドソウのデニムスラックスなんですが、まあこういったものを持ってない方は、先ほどご紹介したようなグレー系のパンツでも合うと思いますし、あとはブラックのパンツでも代用できるかなと思うので、そのあたりを使いながらですね、このような半袖ニットのコーデ試していただきたいなと思います。で、足元はですね、白レザースニーカーとか、本当にこうベーシックな形でまとめるのもいいんですが、今回はブラックスエードのビルケンシュトックのサンダルですね、こういったものを合わせてみます。まあサンダルというカジュアルなアイテムでも素材使いを上品にすることで結構大人見えするので、まあぜひこういったものも含めて夏のスタイルお楽しみいただければなと思っています。はい、続いてラスト3点目の着こなしなんですが、今度はですね、大人の男性にとっての定番アイテムであるポロシャツですね。こちらを使ってコーディネートを組んでみました。まあ、ポロシャツはですね、以前動画を作った通り、大人世代の定番ではあるんだけども、失敗するとおじさんっぽく見えやすいアイテムでもあるので、まあ、注意が必要なんですが、今回はですね、まずは色味ですね。このあたりにこだわったポロシャツを選んでみました。今季のビューティー&ユースオリジナルのポロシャツなんですが、色味がコバルトブルーでですね、少し定番的なホワイトだとかグレーとかのポロシャツに比べると色は綺麗なんですね。まあこういったものは40代以上の大人の男性にも非常に似合いやすいので、まあぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思います。僕のポロシャツの動画では普段ですね、ブラックだとかネイビーを着てることが多いんですが、そのような濃い色でシャープに見せるか、もしくは今回着てるようなコバルトブルーだとか、あとはもうちょっと明るめのブルーだとか、そういった
ちょっと差し色になるような綺麗な色でポロシャツのコーディネートを組んでみるのもすごく大人の男性には似合いやすいかなと思うので、ぜひトライをしていただきたいなと思っています。で、内側にはですね、毎度で申し訳ないんですが白 T を少し覗かせてあげるとバランスがいいと思います。もちろん真夏だったらインティーの上にポロシャツという形で素肌を見せてあげるのもいいかなと思うんですが、まあ第1ボタンを開けるぐらいで留めておいた方がいいと思います。第2ボタンぐらいまで開けて肌の露出が多くなるとちょっとチャラく見えたりだとか、大人の男性肌見せはあんまりですねやりすぎない方が異性の方からの理解も得やすいかなと思うので、そこだけ注意をしていただきたいなと思います。で、ボトムスに関しては今回ですね、トップスがちょっとコバルトブルーの綺麗な色でここにアクセントがあるので、またはボトムスはもうなるべくシンプルにブラックで合わせてみました。40代以上の大人の男性のシルエットとしてはそんなに太すぎるものよりは、まあ、適度なゆとりぐらいで抑えておくのがいいかなと思います。僕が今履いているのはグリーンレベルの定番オルマイージーパンツですね。これがですね、太ももには適度にゆとりがありつつも膝から下テーパードがかかっているので適度にですねスタイルよく見せてくれるような、そんなボトムスになってるんですね。これはすごく使い勝手がいいと思います。で、丈の長さも長すぎずに、あんまりですね靴の上に裾が乗っかってもたつきが出るようなものではなくて、ノークッションからハーフクッション、少し短編みができるぐらいですかね。それぐらいのスッキリとした長さにしておくのがバランスがいいんじゃないのかなと思います。で、足元は白のジャーマントレーナーで、今回はベーシックにすごく大人っぽくまとめてみました。白のレザー系のスニーカーと首元から覗く白 T ですね。ここをうまくリンクさせてあげると、白レザースニーカーが浮くということがないので、まあ、このようなところをですね、注意しながら購入していただければ、大人の男性でもポロシャツ確実に似合うかなと思うので、ぜひトライしていただきたいなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。今回の動画では40代の大人世代に似合う夏コーデ、具体的に3つご紹介させていただきました。まあ、どれもですね、再現しやすいようなベーシックな中にトレンド感をほんのり混ぜたようなスタイルなので、ぜひ皆さんもお手持ちのアイテムでですね、これらのスタイル再現していただきたいなというふうに思っています。まあ、僕自身も普段はちょっとゆったりめのサイズ感だとか、トレンド感の強い着こなしをすることも多いので、今回ご紹介した3つの着こなしというのは、リアルなスタイルというよりは、割と自分の世代に合ったような着こなしだったと思うんですが、サイズ感がちょっとコンパクトになることでかえってスタイルがよく見えたりしますし、年齢との兼ね合いで言うとすごく合いやすいんだなということを改めて実感したので、僕自身もですね日頃のスタイリングに取り入れていきたいなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説したいなと思ってるんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説に関しては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のですねオリジナルの動画と、それに加えて週に1本のですねライブ配信もやっていまして、皆さんのご質問にお答えするような形式でワイワイと楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄からチェックしていただきたいなと思っています。また普段ゆっくりと動画を見れない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらでは文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を行っています。僕も毎日投稿していますし、僕以外のスタイリストだとか専門家の方も記事を書いてくださっています。まあ、それだけではなくて参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、気になる方はこちらも概要欄からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。